全キャラキャラフレ間に合わない事件知ってた。はい、どうも皆さんこんにちは、ナタです。というわけで今回も無双ロス3のキャラフレ動画やっていきたいと思います。今回触れていくキャラクターはこちらになります。じゃん。はい、海姫ですね。戦国無双シリーズから海姫触れていきたいと思います。東国の戦火、忍城城主、成田氏長の娘で北条家に仕える、武芸に秀でた戦記としても知られています。勝ち気で男勝り、感情が表に出やすい性格だが、年頃の娘らしい一面も持ち合わせている。根は優しく家族思いで、大切な人たちの日常を守るために戦う、まあそんな人物となっています。素敵やん。自称乙女なんやけど、戦場に出ればブレーと勇ましく戦う体育会系女子でもある。そんなね、そんな言い方ではないか、ブレーみたいな感じでは言わんけど。無双シリーズにおいては戦国無双3で初登場しました。で、オロチシリーズにおいては無双オロチ2で初登場って感じだね。で、この海姫なんやけど、特技があって料理がね、超がつくほどの腕前。無双オロチ3ではね、専用のサイドストーリーが用意されてるほど、海姫のこの料理推しがすごいんやけど。それらもあってね、特別友好の陣地会話では三国の王位とは料理について語り、そして菅銀平とはモテ力について語り合ってると、まあそんな陣地会話も楽しめる感じですね。肝心のキャラ性能なんやけど、この海姫アタッカータイプは無双オロス2と同じくスピードタイプとなっています。なのでヒット数を稼ぎ、それを継続することで、火力が増していくっていう、そんな仕様なんやけど、海姫は、神器がトライデントってこともあって、チャージ真実を結構主力として使います。そして、アクション面では固有真実も主力になってくるので、それら結構多用するんよね。ね、チャージ真実や固有真実を使うと、ヒット数がね、その都度リセットされてまうんよね。だから、アタッカータイプ、スピードタイプとはね、決して相性がいいとは言い難い。でもそれらを抜きにしてもね、神器トライデントっていうのは当たりなんでね、チャージ真実や固有真実っていうのは主力として使っていくことになります。で、海姫自身のアクションにおいては、戦国勢のアクションタイプが通常攻撃タイプってこともあって、やっぱ属性天武っていうのがかなり効果的ではあるんやけど、天武使ったらね、別にこいつじゃなくても大体強いっていう、それで喋ってもおもんないんでね、それらをね、つけない手で話しますけど、チャージ真実を起点にね、アクション振っていくっていう感じにはなってくるかなと思います。海姫のチャージ攻撃はチャージ4から9にかけてが結構使えるモーションにはなってくるかなと思います。タイマン向きではチャージ4や7、そして乱戦においてはチャージ5、6、8、9といった感じ。その辺でね、使い分けていきたいとこですね。乱戦においては性能面だけ言ったらチャージ9、出が遅いけど1番、竜巻を起こしながらの攻撃なんでね、範囲も良しで、多段ヒットなんでね、スピードタイプとの相性もいいです。そしてなおかつ全弾属性負荷なんで、かなり高性能と言えます。戦国勢の通常攻撃タイプの欠点をね、もろに受けてしまうのでね、その辺はやっぱトライデントのチャージ真実っていうのが起点にして、カバーしていかないといけない感じですね。逆に言うと、それさえあれば何振っても大丈夫っていう状況、チャージ攻撃は。海姫のね、チャージ攻撃を活かすにはどうしてもね、真実の力っていうのが必要になってくるよね。そして戦国勢のも神速攻撃ですね。神速攻撃は強攻撃も含めて全弾属性負荷、これは戦国勢共通仕様なんでめちゃくちゃ強いですね。海姫の神速攻撃に関しては基本的には範囲が広いです。神速強攻撃、神速チャージ2、そしてチャージ4あたりは性能的に使いやすいといった感じ。どれも割とね、無難に使える技になってるので、神速攻撃ね、特に欠点はないといった感じですね。そして海姫の無双奥義、全体的に広範囲攻撃になっています。フィニッシュ部分は特にね、範囲、横の範囲とかもね、広がるので、まずまず高性能といった感じで。ただね、海姫は固有真実の方が強いんでね、無双奥義の出番っていうのはそこまでないかもしれん。そして戦国勢の無双極意、無双奥義回転ですね。無双極意中はね、神速攻撃が一切弾かれなくなるので、これでもうゴリぶっぱって感じだよね。極意中にね、チャージ真実を挟んで、フィニッシュで奥義回転に持っていくっていうパターンも、巻き込みがすごいですね。奥義回転はね、威力も高く範囲も優秀と、海姫の超必殺って感じだね。そして今作から導入された神術システムですね。海姫の神器はギリシャ神話のトライデント、これは後に DLC 追加神器でアルファトライデントっていうのも出ています。ずっと言ってる通りね、デフォルト神器のトライデントがめちゃくちゃ優秀なんでね、基本的にはこっちでよろしいって感じだね。そして海姫の固有神術、これもね、乱戦主力になれるんすよね。ただ神術ゲージをね、チャージ神術に回すか固有神術に使うかっていうとこで、割れてくるので、その辺はね、よく考えてっていう感じですね。固有真実はね、前段ガード不能で、前方広範囲の敵をなぎ払うといった感じで、もうほんと広範囲攻撃になっています。
これもね、乱戦においてかなり主力になるこういう真実なんで、高性能ってな感じで、まあいろいろ言ったけど、この海姫基本的には神器トライデントの力をね、大いに借りるといった感じの立ち回りにはなってくるから、ほんと怪人の力を得た熊姫みたいな、怪人熊姫やね。タイトルにしよっかなってな感じで、今からね、海姫の大まかなアクション動画に入っていくから、ぜひ最後まで見ていってちょうだい。応援します。